日本東京都世田谷区カラス山地域ヤワタさん。ヤワタさんは東京都世田谷区の町名。現行行政地名はヤワタ山一丁目からヤワタ山三丁目。郵便番号は一五六のゼロゼロ五六東京都世田谷区の北部に位置し、東側に上北沢、西側にカスヤ、南カラス山、南側に船橋、南西側に首都世代にそれぞれ隣接し、 北側は杉並区上高井戸に隣接する。町域中心から北側の3丁目は都営や和田山アパートを中心に共同住宅が多く立地しており、その周囲に沿って小規模の小建て住宅が密集するように地域を形成する。また、京王線や和田山駅周辺に小規模な商店街が形成され、町域内の商業施設の多くは3丁目に集中している。 対して、南東側の一丁目は、比較的幅広に整備された道路に沿って開発された、小中規模の住宅街を中心に形成されており、この地域には小規模の公園、生産緑地等も点在する。南西側の二丁目は、町域の多くで、大学グラウンド、体育館や千歳清掃工場が面積を占めており、住宅等の数は少なめである。どちらかというと駅地下で、 人口密度の高い山頂メリアと、公園、緑地等も多く人口密度の低めない点二丁目エリアとで異なる街の雰囲気が見られる。なお、町域の全域が、世田谷西部地域上北沢、桜上水、八幡山地区地区計画に、八幡山二丁目及び三丁目地域が、環状八号線、かす南か山、 ヤワタヤマ地区町づくり計画に指定されているほか、都営ヤワタヤマアパートの建て替え計画に沿って、ヤワタヤマ3丁目地域は地区計画案を策定中である。さらに、ヤワタヤマ1丁目及び2丁目地域は、世田谷北部と地区各整理事業を施行すべき区域に指定されている。住宅地の地価は、2019年7月1日の工事地価によれば、 八幡山三丁目二十九の八の地点で五十一万五千円平方メートル。八幡山二丁目十四の十の地点で四十六万円平方メートルとなっている。中世には丹野山と呼ばれた。1553年、キラ・ヨリアスから大平・清九郎に勝山が与えられた文書が残る。江戸時代には当初は天領だったが、1633年に、 彦根藩繁栄資料となった。村南部は、藩のお林となり、新繁が採取された。八幡山遺跡からは、江戸時代初期の炭焼き窯跡が発掘されている。慶安年間、船橋村より移住した島田五平が当地を開拓し、八幡山村が成立した。1889年、北多摩郡千歳村の大技となる。1936年より、 世田谷区八万山町。1970年住居表示により、八幡山一から三丁目が成立した。村内にあった八幡神社が由来と言われるが、定かではない。一般的には一丁目の八幡社が由来の神社とされている。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 当地域自体には、鉄道駅は存在しておらず、京王線や渡山駅及び、上北沢駅が、最寄り駅となる。また、八田山駅からは、小田急バス及び京王バスによって、小田急線共同駅方面に、千歳から須山駅方面に京王バスによる、路線バスがそれぞれ運行しているほか、長駅南端では、小田急バスによる小田急線共同駅、千歳船橋駅、 梅川海域方面への路線バスが利用できる。西側を東京都道311号環状8号線、東側を赤包通り、南側に東京都道118号調布共同停車乗船があり、また赤包通りを経由して国道20号も利用できるため幹線道路からの当地域へはおおむね良好なアクセス状況と言える。一方で他の世田谷区エリア同様、 町域内は境外道路が多く残っており、道路事情が良好とは言えない。南北方向及び東西方向に都市計画道路補助第215号線及び道第54号線の一部が通過しており、これらの都市計画道路の数少ない規制区間を構成している。その他スーパーマーケット等は、ヤワタ山駅周辺の京王リトナードヤワタ山、マイバスケットヤワタ山駅前店、 大関八幡山店頭が利用できる。大型の飲食施設はいずれもドライバー需要をメインとしており、カンパチ通り沿いに立地が集中している。なお、入り口もよりが八幡山駅となるため、古くより東京都立松沢病院の所在地として、当地域が取り上げられることがあるが、同施設の所在住所は赤包み通りを挟んで、上北沢二丁目となる。当地域には、 警察、消防関連施設は所在しないが、赤包み通りを挟み、松沢病院側に、警視庁成城警察署や和田山駐在所がある。また、消防行政上、当地域を管轄とするのは、東京消防庁成城消防署千歳出張所となる。やわたやま .com。ありがとうございます。